はい、皆さんこんにちは、ジェントリアモートです。今回は、えー、ハーモニックマイナースケールについてお話をしていきたいと思います。和音の動きを説明していく上で、とっても重要な、えー、スケールが、ハーモニックマイナースケールというスケールになりますので、えー、こちらを解説していきたいと思います。 はい、えー、こちら、えー、今ラシドレミファソラとラシドレミファソシャープと、えー、2つのスケールを吹いてみたわけなんですけれどもまあ手プ本を出しておきましょうかねラシドレミファソラって吹くと、えー、音使いとしてはドレミファソラシドのメジャースケールと何ら変わらないのにマイナーに聞こえますよね、えー、こういういにですね。 スタートの音が違うだけでも、スケールの響きや特徴っていうのは、違うものに聞こえるわけなんですね。ラシドレミファソシャープラっていう風にね、ソシャープが加わることで、ハーモニックマイナースケールというちょっと強烈な響きになりますよね。このハーモニックマイナースケールというものをもとに、 マイナーの2-5というものも存在します。2度マイナー7フラットフィフス、b マイナー7フラットフィフスと E7、そして Am。まあトニックが Am になって E7 が、えー、ドミナント。ドミナント皆さん覚えてますかドミナントというのは、えー、5度セブンス、えー、メジャーのトライアドに マイ,えー、マイナーの響きを持ったセブンスがくっついているそしてテンションノートを使うことができるとそういうコードの不穏な響きを持ったコードのことを、えー、ドミナントセブンスっていう風に言うんですけれども e セブンスがまさにドミナントですねここでですねよく見てみると e セブンスのアルペジオはミソシャープシレ ソシャープ出てきますね。えー、E7 というアルペジオを、えー、こうトライアドをメジャーにする音がソシャープなわけでございます。まあ、ここ難しいですね。えー、このソシャープをそ象徴しているのが、えー、A ハーモニックマイナースケールのソシャープ、新たに加えられたソシャープという音になります。 でではですねこのアイリアルプロの、えー、アプリを流しながら、えー、ここの、えー、マイナーの2-5の響きを少し演奏してみますのでちょっと聴いてみてください。 はいかかがだったでしょう,か、えー、こうジャズのねソフトリーアズモーニングサンライズとかねウィスパーノットとかね、えー、ビューティフルラブとか、えー、アロング・ケイム・ベティとかねもうアローント・ギャザーとかいろんなもうジャズのスタンダードにはたくさんマイナーの2-5というものが出てまいりますマイナーの2-5とメジャーの2-5を見分けるには、えー、2度マイナー7が えー、フラットフィフスになっているかどうかそして、えー、5ド7ドミナントのところがフラットナインスになっているかあたりが、えー、ポイントになってまいりますがそこら辺のマイナー2-5の解説は、えー、次回の動画に持ち越していきたいと思います、えー、ここら辺の、ね、解説はなかなか一発で理解できるとは思っておりませんので、えー、皆様ぜひ参考書、えー、池田敦さんのアドリブ えー、ジャズ道というアドリブの教科書、あるいは、えー、こちらのテロップの教科書、もしくは僕のオンラインレッスンの、えー、教科書にて解説しておりますので、えー、説明欄より、えー、リンクがございますので、えー、そちらを、からお問い合わせをお願いします。それでは、えー、本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。それではまた